伊達政宗の愛子、いろは姫。父と弟にも頼りにされた美しき姫。皆さん、こんにちは。今回の歴史の細道は、伊達政宗の愛子、いろは姫について紹介していこうと思います。奥州の独眼竜と呼ばれた伊達政宗と、田村御前と呼ばれた正室、めご姫との間に、結婚15年目にして授かった最初の子供。それが、いろは姫です。当時、母であるめご姫は、京都聚楽大の伊達屋敷に住み、京都の情勢などを政宗に書き記しています。つまり、伊達家の外交官のような役目をしていた、と考えられています。一時期、めご姫は、伊達政宗との間に確執があった、とも伝えられています。政宗の暗殺未遂事件に、めご姫の実家である田村家の内通者が関与していたという疑いがあり、政宗によって、彼女の乳母は処刑され、他に多くのめご姫付きの侍女たちが死罪にされました。この事件がきっかけとなり、一時夫婦仲が悪くなったと伝えられていましたが、めご姫が聚楽大から政宗に送った手紙には、天下は未だ定まっておりませぬ。殿は天地の大義に従って挙州をお決めくださりませ。私の身はお案じなさいますな。秘書を常に懐に持っております。誓って恥ずかしめは受けませぬ。という内容が書かれています。人質としての自分のことよりも、天下取りの野望を密かに持っていたと思われる政宗を気遣う内容の手紙です。正室として、戦国の女性としての真の強さも文面から読み取れますね。めご姫が京都聚楽大の伊達屋敷に住むことになって3年目のめご姫27歳の時に、政宗とめご姫の間に待望の第一子が誕生します。この時、政宗は跡取りを期待していたため、男子の名前しか考えていなかったようで、そのままいろは姫と名付けられました。政宗はいろは姫に男子が学ぶ学問を教えていたとも伝えられています。5歳になると有力大名との関係を深め、反乱などを企てることがないようにという家康の考えのもとで、徳川家康の六男である松平忠輝と婚約します。いわゆる政略結婚です。そして4年後には江戸に移り住むことになり、その後11歳で松平忠輝と結婚。今なら大問題ですが、当時としてはごく一般的だったと思われます。忠輝といろは姫は相思相愛で、夫婦仲はとても良かったと伝えられていますが、2人の間に子供はいなかったとされています。しかし、一説によると男子が誕生していて、政宗公の手により秘密裏にかくまわれ育てられたと伝えられています。いろは姫と忠輝の離縁騒動。なぜ秘密裏にかくまわれたのか。それは大久保長安事件が原因と言われています。当時の家老の大久保長安が忠輝の舅であり、未だ野心を持ち続ける政宗に、将軍徳川秀忠を失脚させて忠輝を将軍職につけようと話を持ちかけます。そうなれば、政宗は将軍の舅として実権を握ることもできます。それが徳川家にバレると、大久保長安の一族は処刑されました。この時に政宗の関与が噂されましたが、証拠がなく政宗は無罪。徳川方にすれば政宗にはまだ利用価値があったのでしょう。奥州に一大勢力を持つ政宗を処分すれば、それを機に徳川方への不満が一気に爆発する恐れもありました。そんな思惑もあり、政宗は無実とされたのでしょう。政宗にしても自分自身の利用価値をよく理解していたのだと考えられます。もともと家康は忠輝を嫌っていたとも言われています。この時点で松平忠輝に対する風当たりは相当強くなっていたと考えられます。そして大阪夏の陣での出陣途中で、秀忠の家臣に追い越されたといって家臣2人を無礼討ちにしたり、大和から大阪を攻める総大将を任されながら
遅刻して武功をあげることができなかったなどの出来事が重なり、ついには父である家康の怒りを買います。この失態から忠輝は家康より改易を命じられ、いろは姫は忠輝と強制的に離縁させられました。実はこの時にいろは姫は子供を宿していたと言われているのです。伊達文庫にある伊達略系には、松平忠輝公といろは姫には一子あり、名を雄星とあります。伊達政宗にとっては可愛い娘の大事な子供、徳川に知られれば可愛い孫まで処刑されるかもしれない。政宗にすれば苦肉の策で子供の存在を隠すしかなかったのでしょう。そのため公式には忠輝といろは姫の間に子供はいなかったと記録したのではないかと思われます。政宗には弟小次郎を処刑したとされる過去があります。小田原参陣の時に起こった政宗暗殺未遂事件です。この時も処刑したことにして寺へ送ったと噂されています。この寺は現東京都あきる野市横沢にある大悲願寺で、この寺の古文書には同寺の住職となった秀勝和尚は伊達輝宗の末子であると記されています。戦国の世を生き抜いた政宗なら、弟や孫を死んだことにしてかくまったとしても何の違和感もありませんね。それくらいのことなら普通にやってのけたのかもしれません。西伊達殿と呼ばれ生きた半生、忠輝と離縁して仙台に戻ったいろは姫は仙台城本丸西側に住むことになります。21歳という若さでもあり、父である政宗はたびたび再婚を持ちかけますが、いろは姫は頑なに断ったと伝えられています。母である女子姫がキリシタンだった影響から、いろは姫もキリシタンだった。キリシタンの教えでは再婚は考えられないというのが理由の一つに挙げられています。政宗自身も鎖国中に長谷倉常長を海外へ派遣したり、禁教令に反してキリシタンを保護したりしていたので、妻や娘がキリシタンでも全く気にしなかったのでしょう。徳川方からすれば目の上のコブだったことは間違いありません。それでも政宗には手が出せなかったのでしょう。いろは姫が何度再婚を断っても、政宗にすればまあいいかくらいだったと思われます。美しく聡明だったと伝えられるいろは姫には、こんな逸話も残されています。いろは姫が男子であれば後を任せられたものを、父である政宗はそう言って嘆いた。そう言われるほどいろは姫は父や弟から頼りにされていたそうです。実際に京都で生まれ江戸に嫁ぎ、仙台に戻ってきたいろは姫は御所風の立ち振る舞いに詳しかったことでしょう。新しい文化や行儀作法を仙台に持って帰ってきたとも言えます。京都、江戸時代の知り合いや友人たちからもいろいろな情報が伝えられていたのかもしれません。伊達家を陰で支えてきたのは、京都聚楽大では女子姫、仙台においてはいろは姫だったのかもしれません。その後、いろは姫は西伊達殿と呼ばれたまま68歳でこの世を去ります。いろは姫は松島の瑞巌寺に隣接する天林院に墓所が作られました。母である女子姫の墓所、養徳院のそばです。密かにかくまわれて育てられたいろは姫の子供は後に瑞巌寺に預けられ僧侶となりました。そしていろは姫が亡くなると、天林院の住職の2代目住職、甲賀雄星が就任します。どこかで聞いた名前だと思いませんか。松平忠輝といろは姫の間に生まれたと言われる子供です。つまり漱石に入ってかくまわれ育てられた子供は、表向きは死んだことにされていても、実際は政治や争いから遠い僧侶として生き、茶道や華道、度胸や仏事など心落ち着く日々を過ごしていたことでしょう。女子姫の参詣などで瑞巌寺を訪れる母いろは姫とも何らかの交流があったと思われます。その母であるいろは姫の菩提を弔い、密かにその生涯を終えたということになります。弟小次郎も
家督争いや政治とは無縁の場所で生きていたとすると、戦国の世を駆け抜けた政宗の粋な計らいの一つだったのでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらに芭蕉のボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。